の可能性を見逃してしまったか。まずいことになったの。予定は狂ったが、どちらにしろ些細なこと。この姿を見られることを喜ぶがいい、人間ど。全宇宙における唯一の神、ダマスの誕生だ。出やがったな。だがチャンスでもある。これまで以上に気を引き締めていけ。消えてなくなれ。くれたんですね。先ほど来ていた人たちも父さんの仲間ですか。何の話だ。え、ピューの姿が見えないな。逃げ足の速い野郎だ。まあいい、これで歴史も元に戻るはずだ。一旦時の巣に帰るぞ。どうした？貴様の力はそんな程度じゃないだろう。出迎えもなしか。いや、何か様子が変だな。コントントの方へ行ってみるか。石になっている。これは一体どういうことだ。おい、国蔵庫に行くぞ。ここで何があったのか調べるんだ。ほう、時の裂け目から戻ってきたのか。だが、もう手遅れだ。時の海王神は、間もなく死ぬ。
そうすればこの時の巣も消滅する。この世界の歴史もろともな。全てを救いたいならついてこい。罠だろうな。上等だ。小賢しい作戦ごと吹き飛ばしてやる。この火球は私が死なない限り消えることはない。せいぜい苦しむがいい。とわの仇であるお前だけは私の手で殺してやりたかった。決着を急がねばならんぞ。時の海洋神ごとお前たちが消え去る前に私を倒さねばならんのだからな。私も別の歴史からスクリプトを用意させてもらった。すみません皆さん、ダーブラナンドにたぶらかされやがって。とんだ不良息子だ。父さんに何と言われようとも、俺はこの歴史にあなたたちと戦わなきゃならなかったんです。ここでダーブラが俺に倒されてしまうような、あなたたちの力はそれまでということです。でも、この程度の試練は絶対に突破できると俺は信じています。だから、ミナリスはエンパクションでどうでもいい。トランクス、俺を相手にするからにはもちろん覚悟はできているんだろうな。悪いな、貴様に手を貸してやるつもりだ。貴様の手を借りることになっちゃいそうだぜ。まずはダーブラの野郎をぶっ倒す。そしてバカ息子を徹底的に教育して元の歴史に返す。この戦いに失敗は許されんぞ。貴様の世界を守りたければ死ぬ気でやりやがれ。この世界の歴史を守る力があるか全力で試させてもらいます。私の力は以前とは比べ物にならない。様々な歴史を改変して集めたダメージエネルギーを取り込んできたのだぞ。貴様らは手も足も出ないままここで這いつくばって死んでいくのだ。見せてください、あなたたちの力を。父親の力を試そうだなんて舐めた息子だぞ。思いっきり遊んでやるから覚悟するんだよ。行くぞ、俺にしっかりとついてこい。俺たち二人が組めばどんな奴にも負けはしない。威勢がいいのは最初だけだったようだな。息子の前で随分と無様な姿ではないか。貴様ら何を勘違いしてやがる。父さん、ハンデはこれくらいで十分か。ここからは手加減なしだぜ。バカだ、何をグズグズしていやがる。こんな奴らに遅れを取りやがって。
俺と貴様が本気でやれば勝てないはずはない。俺が認めた貴様の実力を見せてみやがれ。さすがはドルさんだ。俺なんかじゃ全然歯が立たない。どうした、もう泣き言か。そんな軟弱者に育てた覚えはないと本気で来い。残しておいて正解だったな。つまり共に聞こうではないか。どうした、貴様の力はそんな程度じゃないだろう。まさか私の力を超えるとはな。苦戦してるみたいだね。来るのが遅いぞフュー。こいつが何者なのか知りたかろう。教えてやるぞ。フューは
トワとミラの細胞から作り上げられた突然変異の実験体。つまりこいつは我が一族、私の後継者というわけだ。私がなぜ歴史改変をしてきたか分かったか？こいつにエネルギーを吸収させるためだ。フューよ、集めたエネルギーでこいつらを消し飛ばせ、そして暗黒魔界の復活を果たすのだ。やだよ。何？せっかく集めたエネルギーをそんなことのために使うなんてもったいないよ。このエネルギーでどんなことができるか、もっと研究と実験を重ねなくちゃ。こいつはトワの仇だぞ。おじさんには悪いけどさ、仇討ちとか暗黒魔界とか興味ないんだよね。僕は僕のやりたいようにやらせてもらうよ。このおバカ者が！あっちゃー、やっちゃった。でも仕掛けてきたおじさんが悪いんだからね。まあそういうことなんだ。僕はみんなみたいなバトルマニアじゃないの。それよりはエネルギーで実験したり、君みたいな面白そうなやつを研究してたいんだ。実際僕としてはエネルギーが手に入りさえすれば歴史がどう変わろうが全然いいんだけど。でもあんまり希望のない歴史って悲しくない？君たちだってたくさん見てきたんでしょ？そんなのはもっといい歴史に変えちゃえばいいんだよ。どうせならみんなハッピーな方がいいじゃない。もし歴史改変で宇宙全体が大変なことになるなら、そうならないように集めたエネルギーを使うとかさ、何なりと方法がありそうな気がするんだよね。そうだな、君もし興味があるなら言ってよ。ちょっと研究してみるからさ。Thank you.